人にはそれぞれ忘れられ懐かしい味というものがあります。私大北門、今では酒を共にしておりますが、佐賀の城下に戻ってみると目に浮かんでくるのは、小さい頃遊び疲れた私を優しく迎えてくれた母の姿、母の味。大熊や副島と四股玉遊んで家に帰ると、母は私が帰ってくるのを知っていたかのように、私の大好物のナスの煮浸しをドンと出してくれたのでございます。私はそれをペロリと平らげさて、おかわりというまでもなく母は継ぎ足してくれた。そんな忘れられない味、人の思いが詰まった食べ物、この男にとってもあったようです。時は1896年明治29年春のことです。幕末維新、佐賀の八賢人おもてなし隊によります歴史寸劇、丸坊始まり始まり。佐賀は変わらんの。こうして30年ぶりに帰ってきても、楠の木はせいせいと風にそよぎ、お堀を渡る風は爽やかに我がマントを揺らす。はあ、佐賀はいいの。ああ、しかしな、今回は母上のお墓参りのために帰ってきたんだが、今思えば母上は東京に出て行ったままの私をこの佐賀に命を懸けて呼び戻してくれたのかもしれないな。ではでは次に行かんとな。はあ、わたらしいの。しかしなんだかいい匂いがすると思ったら、こんなところにお菓子屋があるじゃないか。すぐやというか、乗れていこう。やあやあご主人、なんだか見たことないお菓子があれば一ついただいてよいかな。よいか、ありがとうありがとう。なんだか丸っこい形をしておるわ。なんとも言えるふっくらとした味わいじゃ。ご主人、これは何というお菓子だ。丸ボーロ。丸ボーロか。かわいらしい名前じゃな。あ、わしはな、これは長崎のカステラよりも気に入ったぞ。いずれな、また食べに行きたいものである。ではでは、次に行かんといかんでな、こう慌ただしい手やりきれんな。あー、ご主人、お名前は何と言うんじゃった。善吉さん。はい、わかった。本当にありがたかったぞ。あ、いやいや、お釣りはいらんからな。マルボロか、かわいらしい名前じゃ。時はその1年半を、舞台は東京。この大熊から珍しく私とこの方に便りが来たのであります。あの大熊から久しぶりに便りが来た。しかし開けてびっくり大熊の書、漢字が一個も使われとらん。ひらがなしかない。どこで区切って読むかわからん。読みにくいで仕方なかったよ。読むぞ。心中秘するところございますぜ。あ、違う、ございます。ぜひ、あ、ぜひ副島殿には切宅へいらっしゃっていただきますお願いも。はあ、息に続かん。あ、まあ要は家に来いと。お、心中秘するところ。ああ、なるほど。ついにあの大熊、心を決めたか。あ、続きがあるな。大きは熊よ。はあ。あ、違う違う、大きはくも、あ、呼んでありますわ。おお、お、お、大きも呼んだるで。おお、大きと会えるか。一体何年ぶりのことかという頼りをもらいやってきたここ大熊で。はあ、なるほど、これは立派な宅じゃ。いや、まあ、立派な邸宅だろう。おお、紅葉が目にまぶしか。よかよか。おい、大きい、大きい、水場先生、久しぶりでございます。ちょっと待て待て待て、
お前なんか体が壊しとると俺は聞いたばってん、大丈夫か。ああ、それが佐野先生のところで、ああ本当によくしてるとき、今は大丈夫でございます。そうか、そうか。お前んこってどうせ恋が原因じゃろうか。言われました。いや、しかしこうやって大熊の家でお前と会えるなど一体何年ぶりか。そうですな、朝飯を食いに大熊の家を襲った行動感じないでございますな。そういうことしよったな、大木と江藤かな。大熊先生、大木兄さんお待ちいたしております。うわいやいやいや、大熊君、実に久しぶりだ。どうも。しかし立派な邸宅だろう。紅葉が目にまぶしく。大木兄さんはあれから外出は、政界を引退してからというのを知ってるわけじゃ。おう、この国のすべき道は仏の道を加えて知るそうとしとるだが、一向に筆が進まん。言いたいこと言わねばならぬことは山ほどあんだろう。大木兄さんは昔からちっとも変わらん。じゃがお酒はほどほどになされよ。それは無理じゃな。そのことやったらまた体が壊すぞ。あ、いやいや、はっさるかなかな。はあ、大熊、茂野君、いや、本日はお招きいただき誠にありがとう。またこうやって、お主とこう大木とこう3人で会えるなど、思うてもいなかったですな。実は、今日はお二人にご相談がありまして。打診家に行ったなんじゃ、お主らしくもない。どの口が言うんじゃ。やっぱり、一杯飲みましょう。やめとけって。入院するぞ。あれ、実は先日私は外務大臣を辞任いたしました。しかし政治家の志は変わっておりません。今では日本の政治を本当に民衆から選ばれた代表が行うべきと改めて思いを感じておるのでございます。そこで私が率いる立憲改進党に土佐の板垣退助の自由党を合併し、共にただいまの伊藤博文内閣にとって変わろうかと。相変わらずどでかいことを考えておるようの。なるほどな。つまりは総理大臣に立とうというわけか。ああ、それもよかろう。で、わしらに相談とは一体なんじゃ。あ、この総理大臣になること、これが私の目標となってしまうと己の思い上がりに歯止めが効かなくなると思いまして、そこで。それ我々サガモンがもともとこうして世に出てきたそもそもの理念をお二人の口から聞いて確認をし、初心を忘れないようにしたいと思い、こうして教えを請うておるのでございます。なるほどの。けど自慢の裏返しのように聞こえなくもないな。ほら、待て、カットした。お前も実は総理大臣に立ちたかったっちゃろ。まあ、待ってよかっか。まさか報くるんだ。まあ、いや待ってんな。実はおいもな、この大熊には一言言いたかことなった。と言いますと、お主も気づいとるかもしれん。お主もわしも、大きい、お前もたい。わしもですか。こうして佐賀から出て政府で働いた者たちのこの胸の中にはな、なんというかこう一つの性癖のようなものが共通してあるのではと最近考えた。性癖ですか。生まれ持っての癖というやつじゃ。何もあったかの。あったろうが気づかんか。あった。あったろうが。それじゃ言うてやれ言うてやれ。宴会の時には最後の料理を一つ残して食べないとか。曽島先生、料理が一つ余りました。食べてください。曽島先生、曽島先生、おいはいや、お前が食べる。大河さん、曽島先生、食べてください。どうぞどうぞどうぞ。いや、食べてください。なら私がね、食べた。おい、食べた。おい、奥、お前食べちゃダメなんだよ。なんで。なんでって、これ佐賀門の一丁残しって言ったな。食べないっていうのが、これが礼儀なの。待って、もったいないからな。あいやね、あいつのことばっかり言うけんさ、あいつは当時実は佐賀門からちょっと嫌われて。先生、何か何も言うとらん。おい、ちょっと待って、これかも。あ、そっちそっち、ほらあれだ。秋になると、秋、大
大きな風船を見上げて歩いてるから。王様、はい、ほら、あそこには熊の風船が。熊。おお、そうしました。あそこにはタヌキの風船が。あ、風船が。はい、見上げて、はい、歩いているから、堀に落ちる。ちょっと。いやー、この風船、これ、何曲知ってます？何曲知ってるか？知らん。バルーンって言うんですけどね。バルーンしてるでしょ。うわー、サガモンじゃん、こら。ね、辻島さん、知らんとですか？え、知っとるよーって言ってるぞ。サガじゃん、毎年あるよ。とんでもねえ気持ちだよ。そうだね。そうですか。バルーンね、バルーン。あ、知って、知って、知って。知って？俺も知ってる。知ってるって。奥間が言い出した。こう、どない処理してやるか。今までの流れが違う。いつの時代の話を自分で戻した。自分で戻した。今は明治30年です。ナイスファイト、ナイスファイト。明治30年。戻りやがった。ちょっと、わけわからないの。自分で戻してる。ていうか、お前のせいです。わしですか。何の話があるか。山ちゃん、山ちゃん、山ちゃん。思い出せ。から明治にかけわしらは数々の困難に直面してきた。あ、うん、あ、うん、今もちょっと困難やった。待って、運もあってか男子一生の仕事に始めることをしてきた。例えばほら、わしら3人が連携して行った身分差別の撤廃。おお。あとはこのわしらの胸の内を説明するにはよかれぞ。うん、思い出せ、思い出せ。あの時わしらはろくに打ち合わせなどしたか？しとらん、しとらんやろうが。あって同郷だから仲良くしようとかそういう狭い条件で行ったことでもない。そうじゃ。ああ、俺たちが一番よしと。はい。あの時はわしらの目指す理想の国の形、理想の国の方向っちゅうのがおのずと同じ方を向いとったからだと思うんだ。うん、あれは実にすごいじゃった。確かに不思議とみんなの考えが一致していたような。じゃろ？ああ、そうやな。大きさがと。はい、わしですか。ああ、お前たち、今じゃあな、酒ばっか飲みを飲んだくれの、なんか、ちょっと死にかけ親父になってしまった。いやいやいや、印象が悪かった。待て、こいつはな、ああ、東京府知事となった時、うん、東京に桑畑を開墾した。そうなんじゃ。だからな、東京の民の命を気遣って行ったことじゃ。そうなんじゃ。うん。大失敗やったないな。そうなんじゃ。ちょいちょい。印象落ちる。あ、そうかそうかそうか。あ、待ってんな、こいつは文部教となって、子供や婦人たちのために教育制度を整えた。うん、うん、今、亡き江藤、うん、江藤新平、あいつが政府からいじめられておった東北の民を救ったおさぎ沢事件などもあったな。ああ、それに佐野常民先生は赤十字を作った。奥間、はい、これらに共通する、うん、わしらの性癖、癖、気づかんか。人のために、弱い者のためにということでしょうか。さよ。あ、こういうような。ヒューマニズムというな、あ、人道主義とも訳されておる。わしらのこの思いは、まあ、亡き鍋島直政江田義信用子の教えが大きかったと、あ、わしは思とる。そういえば副島先生もマリア・ルース号事件では奴隷扱いを受けていた中国の者たちを解放されましたしな。あれは日本のモラルを世界に知らしめるには大きかった。さよ。ああ、わしもな、いつも仕事の踏ん張りどころはこの国のため、そして国のためとは民のためだと思い歯を食いしばって働いた。先生、ありがとうございます。確かに諸先輩方の突き進む方向はいつも民のためでした。私はその基本的なことに立ち返って民衆を中心としてこの日本の礎づくりをやり直す決意、今改めて自分に誓ったんである。んで、あるんでよ。
よいうた。よいうた。お主はわしらの中では一番年下。せっかくだ。おいたち兄貴はいつもお前のことを見守っとる。頑張れよ。はい、太郎。先生、ありがとうございます。ああ、ちょっと待って。行くんですよ、こんな。取り込み中あるんじゃあの。なんだか。いい匂いがするな。なんか甘い匂いが。確かにするな。なんか、なんだこれは。さよさよ、昨年ですが。佐賀に里帰りした際に余家神社の先の方の菓子屋、あ、鶴屋で言ったか、うまい菓子屋を見つけたんですよ。あ、どうやら出来たてかな、上がってきてる。ありがとうありがとう。あの、ほう、ほれほれ、あ、この、この匂いだ。あっち、あっち、あっち、待って待って、そこが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 、どれどれどれ、あ、ほう、まんまでやな。この素朴で懐かしい味、この菓子マルボーロというそうじゃ、これはうまくてですな。マルボーロ、うまく、確かに、これはうまかさ。ああ、いや、待て待て、え、佐賀の余家神社の近くの鶴屋か、そこの丸ボーロ、なんでそれがここ東京でこうも熱々で食べれるんじゃ。それがそのご主人善吉なる者が3日ほど前にひょっこり訪ねてきてですな、用事があって上京してきたと、それでこの前の菓子がうまかったのって。あ、お前そうやってお土産になったの。相変わらずちゃっかりしてるなお前。いやいや、そうではござらん。善吉曰く、ちょうど私は釜を仕立てる道具を持っておりますので、ぜひお庭で焼いてお召し上がりいただきたく存じます。どうだ、伝吉、はい、全部用意がいいんじゃろう。わしも驚いたんですよ、そんな偶然があるとはですな。それよ、なあ奥間、お主本当にその伝吉さんとやらがその釜を仕立てる道具を持っておったのを偶然だと思うか。あ、わしが思うにな、外務大臣を辞任したお主を一つ元気づけてやろうと思い、わざわざ佐賀からここ東京までこの道具と材料を運んできたに違いないぞ。そんなことってありますな。なあ奥間、困っている人、弱っている人を助ける、ああ、それは俺たち佐賀から出て政府で働いた者たちだけの思いではなさそうじゃな。恋こそが佐賀門の美徳、これよかところだ。必ず誰かが喜んでくれる、そう思いながら国に邁進せば地にでも天じゃなんて。善吉め、こうしてその大隈重信は土佐と板垣退助と共に日本初の政党内閣を作り、ついに総理大臣となった。鍋島直政、江田氏信用、佐野常谷、島吉武、添島兼頼、江藤新平、大隈茂雄、そしてちょっと地味な大木隆人。我ら八賢人の生き様などはこの後佐賀城本丸歴史館の中でお確かめください。幕末維新佐賀の八賢人おもてなし隊によります歴史寸劇マルボーロ、本日は最後までご覧いただき誠にありがとうございました。本日の物語に出てきましたマルボーロのですね、はい、お話は実は史実なんですね、私のですね東京の早稲田の家までわざわざ現地さんがですねマルボーロ焼きに来てくれたんでございます。本当にありがたいお話でございました。さて、我々このような史実を元にした歴史寸劇活動をもう
11年続けてまいりました。はい、実はこの丸ボールという演目はですね、その1年目に作った演目なんですね。非常に懐かしい演目、11年、上演を続けてまいりました。本当にですね、思いが深い演目でございます。はい、そして今日ですね、この場で今年の10月からまた活動の継続が決まったということをお知らせいただきました。なのでこれから10月からですね、来年の3月末まで、やってまいりますので、またよろしくお願いします。これも一重に皆様のおかげでございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。